にちは。新色系 VTuber のやしろましろです。どうぞよろしく。金曜日となりましたので ASMR 実況を投稿いたします。今回もバルハラ続きから遊んでいこうと思います。画面を見ていただくと分かるようにちょっと実験的にですね、私の姿をこっちの姿
私が何かを知ってると勝手に思い込んだのはあなたの方です。おちょくってるな。それにさっきも言った通り、80ドルじゃ何にもなりません。つまりもっと注文しろってこと。8割みたい。一つ教えておきます。この人、交渉事とか何か情報を引き出すのに向いてないですね。いくら使ってもらっても構いませんが、私は何も知りません。じゃあお金は返して。
ぞ。これもさっきの80ドルで足りる？足りない？いいえ。そっか、頼むよ。何かあるだろう、情報が。今週に入ってから全然進展がなくて、いいニュースといえばこの近くのモールの屋上から身を投げた女性を別の女性が空中でキャッチしたって話ぐらいだ。そこまで行くと作り話っぽいけどね。私が聞いたのはハービンガーズが今日銀行で詐欺を起こそうとしてるって噂ぐらいですね。
せで首にされかけたことがあるから、ケースバイケースで書いてる。どういう状況？ダメダメ、イエスかノーで答えて。うちの視聴者小腸倍くらいの集中力しかないんだから。でも今の質問イエスノーでは答えられないような。みんな何にも考えたくないの。じゃなきゃこんな番組見ないっしょ。バスへの、だから盛り上げていかなきゃいけないってのに、あなたはまだ服を着てるし。あ、そうだ、いっぱいちょうだい。あなたが思いつく一番まずいカクテル L サイズでね。もしもし、聞こえてる？ダメだ、脳が活動停止しそう。はい、私に言わせてもらえば、男らしいカクテルと宣伝用カクテルはどっちもまずい。ほう、種類これか、これ。でもなんというか、もう一杯って飲まない方が結構ガツンとくるね。最初は感じなかったけど、弾を蹴られる感覚ってもしかしてこういう感じ？よく見たらゴッドアイだ。その通りだ、その通りなんだ。よし、決めた。今日は吐くまで飲む。楽しくなりそうだね、あなたがそれでよければ。その時が決まればこのバーについて教えてくれる？というと、
シャイニングフィンガードにスポンサーになってもらえたビンビンってやつね。おまけに彼には1年間のプレミア会員券と VR セットまであげたし、まあ、自分のねこうファン活動が形になって、それで生活なり何かしらのご褒美が来るっていうのは嬉しいもんでしょうね。ところで NNDMM
ですよ。